元フジテレビアナウンサーの中井美穂さん。プロ野球ニュースや平成教育委員会、世界陸上では織田裕二さんと共に長い間メインキャスターを務められていますよね。アナウンサー時代は爽やかな印象で、才女に見える一方親しみやすさもあり、フジテレビの看板アナウンサーの一人として人気を博しました。アイドルの中山美穂さんと名前が似ていることもあって、中井美穂さんもミポリンという愛称で呼ばれることもありました。そんな中井美穂さん、どのような生い立ちをされているのでしょうか。生年月日1965年3月11日アメリカロサンゼルスで生まれましたが、1歳からは東京都世田谷区で育ったそうです。中学高校と学生時代は演劇部に所属し、最終学歴は日本大学芸術学部放送学科を卒業されています。演劇部だった理由はただ消去法で選んだそうで、ラジオも好きだったことから本当はラジオ DJ 志望だったそうです。しかし友達に面接の勉強になるからと勧められ、アナウンサーの試験に挑みました。すると見事試験に合格し、1987年にフジテレビに入社。フジテレビの入社試験ではなんとすっぴんで挑んだという逸話がありますよ。当時のフジテレビ会長に、入社試験で化粧をしなかったのは君が初めてと言われたそうです。逆にそれがインパクトに残ったのでしょうね。同期には青木美恵さんなどがいらっしゃいます。もともとアナウンサー志望ではなかったため、入社後の研修では腹式呼吸ができなかったり苦労はされたそうですが、それでも1988年に女性キャスターで初めてプロ野球ニュースのメインキャスターに抜擢されます。サッカーは好きだったそうですが、野球にはあまり興味がなかったようで、最初の頃は四死球のことを四死球と呼んだり、知識に乏しいところもありましたが、徐々に評価が上がり、土日だけのキャスターから平日も担当されるようになりました。これによりとても知名度も上がり、有名になった印象があります。今では普通になっている女子アナウンサーの地位を作った一人が中井美穂さんと言ってもいいくらいの存在だと思います。その後、中井さんの1年後輩の有賀さつきさんや八木亜希子さん、河野恵子さんなどが活躍する女子アナブームがやってきました。そしてその後も中村恵里子さん、近藤里さん、内田恭子さんや高島彩さんと次々に人気女子アナウンサーが登場しました。本当に華やかな時代だったことを覚えています。そんな中、1995年には当時ヤクルトスワローズの選手だった古田敦也さんと結婚しました。二人の出会いはインタビューをされたなどの仕事場での出会いではなく、友人を交えての食事会がきっかけだったそうです。その後、古田さんが怪我をされた際に支えたことなどから仲が深まり、結婚に至ったようです。このビッグカップルの結婚披露宴には、野球関係者や芸能人ら約500人が出席するとても盛大なものでした。中井さんは結婚後フジテレビを退社され、フリーとなりタレントとして数々のバラエティ番組に出演されたり、女優としても同級生や今会いに行きますなどのテレビドラマに出演しました。結婚当時は二人とも子供好きとのことで、将来子供は二人ぐらい欲しいと話されていましたが、結婚後中井さんに大きな子宮筋腫が見つかり、
2002年にはその子宮筋腫の摘出手術を受けるなどした影響からか、現在までお二人に子供は誕生していません。不妊治療などにもトライはされていたそうです。また、病気はこれだけではなく、2003年には腹膜炎という病気から1年間ストーマ、人工肛門で過ごされていたそうです。後に、徹子の部屋に出られた時にそのことを明かされ、1年間ストーマーをつけながらいろいろな仕事をこなされていたとのことで驚きました。それがテレビの収録だけでなく、世界陸上の取材があり、海外に行ったりもしていたといいます。ストーマーをつけていると便意がわからないため、常に気にされていて大変だったそうですが、当時の VTR が流れましたが、全くそんな状況には見えず、本当にびっくりしました。1年間のストーマーの装着の後は、手術を受けられ全開されたそうです。それからは、ご自身の病気の体験もあり、大腸がんの啓発運動、ブルーリボンキャンペーンにも参加されていて、学会の司会の進行や、コーディネーターなどの活動もされているそうです。2021年、BRC アンバサダーリーダーに就任されました。中井さん、古田さん夫妻には、離婚が近い?などといった報道がされることもありましたが、それは中井さんが子供ができないことを申し訳なく思い、古田さんに離婚を申し出たことがあったそうですが、古田さんはとても中井さんを愛しており、引き止めたことによって、現在も離婚はされていません。不妊や病気など、数々のことを二人で乗り越えられ、むしろお二人の絆は深まっているかもしれませんね。もともと料理があまり得意ではない中井さん。前日した徹子の部屋で、料理はほとんどしないという中井さんに、古田さんは、家政婦が欲しくて結婚したんじゃないと言ってくれたそうです。とても優しい素敵な旦那様ですね。さて、そんな中井さんの趣味ですが、昔から宝塚や歌舞伎、ミュージカルなど感激が好きらしく、旦那様より家を空けることが多いそうです。月20本以上の演劇を見ることもあるそうですよ。ここ数年はコロナの影響で自粛生活になり、結婚して最も長く夫婦で一緒に過ごしたと明かしていらっしゃいます。以前よりも会話が増えたといい、ますます仲良く過ごされているのだそうで、離婚危機などといった報道は間違っていそうですね。最近、インスタグラムで昔の新人アナウンサー時代の懐かしい写真を公開されて話題になりました。現在、アナウンサーとしての中井美穂さんを見る機会は、ほとんど世界陸上での姿になりましたが、熱い織田裕二さんの横で臨機応変に進行していく中井さんの役割は大きく、長年抜擢され続けているのでしょうね。また次回、元気なお姿を拝見できることを楽しみにしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。